新幹線と空の便の帰省ラッシュは29日がピークです。 JR 各社によりますと、東海道、東北、上越など各新幹線の下りは29日がピークで、指定席は始発からほぼ満席です。上りは来月3日がピークで、東海道新幹線では午後の指定席がすでにほぼ満席となっています。高速道路は上り下りともに来月2日3日が混雑します。東名高速の上りは2日大和トンネル付近で40キロの激しい渋滞が予想されています。空の便は下りのピークが29日と30日で、上りは来月4日と5日がピークとなっています。